こんにちは、ダスカイゲームスです。今日もマインクラフトハイブサーバーで遊びます。見どころまでは早送りします。混んできたのでひとまず排除。敵チームが見えたので追いかけます。敵の増援が来ました。排除できました。また敵を発見。フェイントでワープして無事排除と思ったら、エンダーパールで落下回避倒せてませんね。島の内側から外側に向いて攻撃して敵を落とすことを狙います。緑チームと1対2になりました。運が悪いので無理はせずに、青の敵は1人だけ。こちらは有利不利なく戦えそう。逃げられちゃいましたが、緑チームもいるので深追いはしません。緑チームと再度戦います。ここで頼もしい援軍登場。一気に攻勢に出ます。敵は無理せず逃げますね。人数不利もないので極力追いかけます。逃げ切ったと思って油断してますね。不意打ちで排除していきます。残りの緑チームも追い詰めました。周りに敵もいなさそう。安心してチェストを叩きます。味方が敵を追いかけています。サポートに入ります。弱い敵です。簡単には倒せなさそうです。味方がミスしてしまいました。1対1で戦うことになりました。強敵相手に島の外側は危険、内側へ内側へと位置を変えていきます。数
勝ったと思ったのもつかの間エンダーパールで落下回避はさすが。逃げるタイミングも絶妙、慣れてるプレイヤーはさすがの動きです。ただここが追い詰めるチャンス、こちらも一気に攻め込みます。攻めきれずあと一歩と思われるところで鬼ごっこに。いやー、上手な方だった。どうにか落下させることができました。残りのプレイヤーは見当たらないですね。どこかに隠れているのかな。やはり見つからず、このままタイムアップになりそうです。久しぶりのスカイウォーズ、無事に生き残れました。最多キルもゲット上出来です。以上、ラスカイゲームスでした。